空が青い。お散歩に向いてるね。サービス施設の点検も終わって、ご意見箱に入ってた手紙も全部返信したから、今日のパトロールを始めよう。今日も町の代理人として新しい一日を迎えたね。どこから始めればいいかな。おい、グレーシー、ネイトさんだ。何かあったのかな。ちょっと行ってみよう。おはよう、ネイトさん。また何かをなくしたの。まあそうなるかもな。ただ妙なことに何をなくしたのか覚えてない。大丈夫、ゆっくり探せばきっと見つかるよ。ありがとな、グレーシュ。あんたがみんなに話してくれる話についつい夢中になっていろいろ忘れちまうんだ。あ、そういや、あの星の話だけど、いつ続きを披露してくれるんだい。街をパトロールして、お祭りに出す演目のリストをみんなと作って、掲示板にお知らせを貼った後ぐらいかな。ま、別にいいさ。聖太はことを子孫じるとも言うからね。待ってるよ、グレーシュ。うん、ネイトさん、お先に失礼するね。いい匂い。うん、フィーロのクレープがちょうど出来上がった頃だね。やあ、さっきは遠くから君のことを見てたんだ、グレーシュ。今度こそ何があっても私が焼いた蜂蜜ナッツクレープを食べてもらうよ。フィーロ、ありがとう。でも今はお腹が空いてないの。こんなに早いんだし、食堂はまだ開いてないよ。もしかしてまたビスケットと冷たい牛乳で済ませようとしてない？そんなのダメダメ。フィーロ、大丈夫。箱舟ではいつもそんな風に食事を済ませてたから。そんなこと言わずに食べてみて。グレーシュがタイマーを直してくれたおかげで、こんなに美味しいクレープが焼けるようになったんだから。別に気を使わなくてもいいんだよ、フィーロ。私、修理は得意だから。そういえば、ラオディケはどこ？そうだね、君が来るたびに後を追いかけてたのに。今日は天気がいいから蝶を捕まえにどこかへ行ったんじゃない？あ、入れてたクレープが焼けたよ。グレーシュ、ちょっと失礼するね。あ、ラオディケを見かけたら早く帰ってくるように言っといて。でも、フィーロ、これはさすがに多すぎだよ。子供たちと一緒に食べよう。電気バケツが地面に置いてある。ロイとクラーが絵を描いてるの。ロイ、クラー、おはよう。一緒にクレープを食べない？食べる食べる、ありがとう。やっぱりグレーシュお姉ちゃん、私たちの絵を見て。黄色の星が雨の中でかくれんぼをしてて、小さな船がゆらーりゆらーり揺れて、カラフル猫さんよりも高く飛ぶの。うん、とっても綺麗な色だね。お姉ちゃんも好きだよ。グレーシュお姉ちゃん、今日はこのまま絵を教えてくれない？忙しいなら明日でもいいよ。じゃあ明日の夜にしよう。今日はみんなにお星様の物語を続けて話すから。新しいお話、僕も聞きたい。そうだ、グレーシュお姉ちゃん、カラフル猫さんがどこにいるか知ってる？クラーが見たことあるって言うんだけど、なんで僕は会ったことがない？見たことあるって言ってるでしょ。こうやって紙に書いたんだから、ロイも会ったことになるよ。私は見た世界を全部絵の中に描くんだから。紙で見たなんて無理にも程があるよ、クラー。それはいい。ほら見て、カラフル猫さん。あ、ラオディケの尻尾がパレットに。ラオディケだ。フィーロが早く帰るようにって言ってたよ。もう遠くには行かないで。
こ。ラオディケが方向を間違えてる。フィーロが心配するから。あらあら、私に会いたくなったのかと思えば、服に絵を描こうとしていたのね。だめ。そろそろ帰った方がいいわよ。でないと、フィーロがまた子供たちに頼んで、あなたを探しに来るわ。そうなると、彼女の花畑は大変なことになっちゃうわよ。ナオディケって、ミステルにはやけに素直だね。ラオディケと似たような性格をした友人と長い間過ごしてきたからかしら。彼女の保護者だったから。あ、うん、彼女には似たような色があった。でもプロメテウスは多分保護者だっていう話には同意しないと思うよ。そう？でも17号にはラオディケと同じくらいの反抗心があると思わない？なるほど。ミステルもいろいろと大変だったんだね。でも、やっぱり星々からエネルギーを回収している時の方が疲れるわね。崩壊の沿岸帯に潜って、啓明を維持するためのリソースを一人で採掘するのは、毎日寂しいわ。崩壊の沿岸帯、宇宙、一人。あ、ごめんなさいね、グレーシュ。どうして謝るの？ミステルの問題は、ちょうど得意なジャンルだから、別に困ったりなんかしないよ。だって、高校中に自分をどう退屈させないかについては、それなりの経験があるから。そうでしょ？グレーシュ？あなたは今までうまくやってきたのね。うん。でも、一人に慣れていたから、孤独を和らげる方法については、ちょっと思い返す必要があったの。ミステルには、いつでもお話できる友達が必要なのかもしれないね。プロメテウスがそばにいた時みたいに。ミステル、今後エネルギーを収集するときは、こうやって連絡を取ろう。パトロール中に起こったことを教えてあげるから、あなたも星たちの様子を私に教えて。ええ、素晴らしいアイデアね。ありがとう、グレーシュ。宇宙船が修理できたら、私もエネルギーを採掘できる。そうすれば、私とミステルで交代しながら仕事ができるようになるよ。でも、全部私に任せても大丈夫。こういうのは得意だから。でも今は、啓明を維持するためのエネルギーを採掘できるのは、ミステルだけなの。心配しないで。私もこの仕事を気に入ってるから。だって、これは私にしかできないことだもの。啓明の住民たちが万能視しているグレーシュ。でも、一人で宇宙にいるのは寂しいんじゃないかな。ちょっとした冗談よ。だって、グレーシュが困ってる姿が見たかったんだもの。あ、そうだったんだね。それに、幸せと繁栄が、末永く啓明にあり続ける。それが、レッドちゃんがあの時に残した願い。どんな困難があっても、私たちはそれをやり遂げないといけないわね。ストーップ！あの時に残した願いってどういうこと？ふさぎ！また縁起でもないことを口にして！レッドちゃん、戻ってきたんだね。グレーシュが作った機械のおかげで、お祭りの舞台の準備を効率よく進められるようになったんだ。それで僕たちは早めに戻れたってわけ。本当ならもう少し早く戻れたはずだった。屋上からタコを使って
飛んで降りようなんてバカなことをレッドがこっそりやっていなければね。レッドちゃん、どうしてそんなことをしたの？レッドがとびっきりすごいパフォーマンスを披露するには誰もが思いつかない方法で登場しないと、なんて言い出したからです。それでもちょっと危なすぎだよね。オレンジお姉ちゃん、ここに来るまでずっとしつこく話してたんだから、そろそろやめてよ。まだ実験段階だし、それにタコを使って飛んで街をパトロールできればきっともっと効率が良くなるよ。レッドちゃんの話一理あるわね。でしょでしょ。ほらウサギもこう言ってるし。ウサギがこれ以上肯定し続けると、次のひらめきはタコで空を飛ぶことなんかじゃ収まらなくなる。でもインディゴちゃんもここ何日か夜にホのことを研究してたよね。いろいろ聞かれた覚えがあるんだけど、どうしてレッドちゃんのアイデアには賛同しないの？インディゴが毎晩部屋に閉じこもってたのはタコを研究するためだったんだ。てっきりお祭りでパフォーマンスをするのが嫌で。嫌がってるんじゃなくて緊張してるだけだよ。インディゴもお祭りをすっごく期待してるんだね。でもタコのことありがとう。礼を言われる筋合いはないよ。僕はただ空からバカが落ちてきたら、バイオレットとオレンジが入念に準備してきた舞台が大…インディゴはまた考えてもいないことを口にしていますね。まあまあバイオレット、それくらいにしてあげて。啓明、明日を開く。とても美しい意味を持つ名前だよね。深お姉ちゃんは意外とネーミングセンスがあるのかも。ええ、あの戦いが終わって地元の人たちがポロスという名前を忘れてしまった時はなかなか慌てたわね。幸いビタちゃんたちがフカがつけた名前を覚えていたおかげで。フカお姉ちゃんの話によれば、当時はたまたまポロスとヘスペの意味に従って故郷での呼び方、啓明と兆候を使っただけなんだって。こんなところで役立つなんて思ってもいなかった。命名のうち天意おのずとありとはこういうことなのね。だってフカがこの町に新しい名前を与え、そして同じように彼女がこの星の新たな未来を切り開いた。そうだね、ビタちゃんたちにとってもこれは自分であり方を初めて左右することができる。啓明での毎日が今みたいに楽しい色に染められるのは本当に素敵だと思う。そうね、子供たちを見てるとつまらない採掘ライフも面白く思えるわ。昔はあんなに長い間ビタがいろんなところを回ってエネルギーを持ってきてた。彼女がまだいたら生き生きとした啓明の色を見て多分幸せを感じると思う。え？ビタってそんなことを考えたりするかしら。はっきりとは言い切れないけど、ビタの色は曖昧だったから。でも内心どんなことを考えていたとしても最後の行動は確実に啓明を助けてくれた。さっきから話してるビタって誰？私たちはいつでも啓明を助けてますよ。ビタはあなたたちは全員ビタだものね。そうそう、私たちはみんなビタだよ。グレーシュお姉ちゃんはどのビタのことを話してたの？どのビタでも啓明が良くなるためなら協力してくれる。ウサギとグレーシュがずっとやってきたようにね。うん、私たちはこれからも頑張ります。みんなが頑張っている姿は最高ね。この様子だと私とグレーシュも数日後のお祭りを楽しみにしながら。楽しみだけじゃダメだと思うよ。グレーシュさんとウサギさんには啓明の一員として。ええ、いいわ。あと秘密を一つ教えてあげる。実はね、グレーシュって
パフォーマンスが得意なのよ。え、本当？え、本当？まあまあ、時間も時間だし、グレーシュもリハーサルに行かない。ちょうど水源近くのパトロールをする時間だから、僕たちはそろそろそっちに行くよ。うん、ウサギが持ってきてくれたエネルギーを置いてくるね。ウサギさん、グレーシュさん、また後で。ええ、また後で。行こう、インディコ。グレーシュさんたちも朝からずっと忙しかったから疲れてるはずだ。そうだね。危ないところだったわ。危うくボロを出すところだった。ミステル、私は理解できないの。私やあなた、深尾姉ちゃん、それと住人たちは一人一人全員のことを覚えてるのに、ポロスという名前や付き合いが一番長いはずのビタを思い出せないのはどうして？そうね、どうしてなんでしょう。あの人があんな表情を見せるなんて本当に珍しいわ。グレーシュ、早く来て。オレンジお姉ちゃんがみんなに飴を分けてるよ。こんなに滅多にない晴れの日なんだもの。もう少し見ていたいのに。でも、そろそろ声をかけないと。オレンジお姉ちゃん、ありがとう。オレンジお姉ちゃんがくれる飴は世界で2番目に美味しい。2番目？じゃあ、1番の飴は何？わからない。多分夢で食べたの。イエローちゃん、夢の中のことだからきっといい感じにしてるだけ。そうだね、夢の中のことだから。そろそろ行ってしまうの？いやあ、ミステルだったんだね。さっきは見かけなかったから。あ、別にいいのよ。あなたがここに来たのは私に会うためじゃないんだもの。なんでそう思うのかな。もしかしたらわざわざお別れを言いに来たのかもしれない。以前はいろいろ不愉快なことがあったのかもしれないけど、本当の自由を手にした人間がいるんだ。せめて永遠にこの地に留まる古き友に別れを告げる機会ぐらいあげたっていいんじゃない。永遠にこの地に留まるね。本当にそうだとしたら別に悪いことじゃないわ。別れを告げる必要なんてない。私でも別れは嫌いなのよ。そう？別れることって案外おめでたいことだと思うよ。他者の影となる生活、誰かの命に従う宿命、かつて縛っていたすべてと完全におさらばしたんだ。なら、立ち去る前に挨拶でもして、この上ない喜びを分け合ったらどうかしら。ああ、ごめんなさい。私ったら忘れてたわ。創造神のコアを引き継いだんだもの。あな、だとしても僕と何の関係があるのかな。彼らとそれに関する記憶は別にどうだっていいんだ。あれは僕が宇宙の片隅に残した末日の残滓に過ぎない。思ってもないことを言っちゃダメよ、ビタ。本当にどうでもいいのなら、あの日どうして飴を拾ったの？鍵の剣能を剥がした後、落ちた飴があの子たちの本質でしょ。記憶と感情の塊、計算できる実体、あるいは魂。社が鼻で笑って見下したものを大事に隠して、後に権限すら子供たちに返して命を再び与え、どうだっていいとは真逆なんじゃないかしら。ミステル、笑わせないで。あんな取るに足らない権限が眼中にあるとでも思ってる？今の僕が持っている多様性は四季の律者やゼーレをはるかに上回っているんだ。
わない権限の一つや二つ、捨てても大して驚くことじゃないでしょ。計算高いおばあちゃんになるつもりはまだないよ。だって全然可愛くないからね。でも確かに彼らはあなたに関することを一切覚えていない。長きにわたるループ、その中で生まれた記憶と感情は無産して。気になるんだけど、あなたにとってそんな空回りはどんな意味があるの？答えはごくシンプルだよ。どうでもいいものに情緒的価値なんて考えようとする？ゴミ箱にある放置資源に意義や価値を見出そうとするなんて。あ、ごめんね。確かにそういうイデアがいたような気がする。本当の意味では世界に溶け込めず、何の関係もない世界の泡を救うために所有する専用の高次元空間を失って、今や小さな町に囚われて。囚われているって表現は適切じゃないかもしれないわ。啓明の人たちは好きだし、その一員になれることは私にとって得難い経験よ。それにここの子供たちはお利口さんで可愛いわ。みんなの立場から見れば、私って何でもできちゃう、うさぎお姉ちゃんなの。ミステルは満足しやすい楽天家だったんだね。そんな風に考えてくれてよかったよ。何しろ、ここに閉じ込められてしまったから、いつかは昔の本職に触れるんじゃないかって心配してたんだ。気にしないで。すでに消え去った名夢の中で、君の前世の記憶をちらっと見。なんて言えばいいのかな。人になるためにいろいろ苦労したんだね。それほどでもないわ。人である以上、誰でも似たようなことに立ち向かわなければならない。ああ、別に機嫌を悪くさせたいわけじゃないんだ。あの子たちに対する僕の気持ち、それを本当に確かめたいのなら例を挙げよう。ミステルは無造作に捨てたフルーツの種を気にしたりする？え？僕はもちろんそんなことはしないよ。何しろそれは食べ物の残滓でしかない。明日それが踏みつけられ木っ端みじんになろうと、土を貫き新芽が芽吹こうと、だってそれは無造作に捨てた種に過ぎないからね。最初からそれ以上でもそれ以下でもないんだ。いつの日か緑が茂り、花々を咲かせ、生き生きとした姿へと変わり果てようと、僕とは無関係だ。ということはつまり、最初から今に至るまでの長い年月の中で、一秒たりとも関心を寄せたことはない。どうしてそんなことを聞くの？当たり前じゃない。そう、当たり前ね。一番美味しい飴はどこで食べたんだろう。イエロー、そんなに考え込まなくても大丈夫だよ。僕たちみんなで一番美味しい飴を作ればいいんだから。その通り。みんなで一緒に作った飴はきっと一番美味しいよ。早くしてください。グレイシュさんの物語が始まってしまいますよ。インディゴ、壁に向かってぼーっとしてないで急いでください。わかったよ。ほら、すごく生き生きとした世界よね。あ、スーおじさんだ。スーおじさん、どうしてずっと連絡をくれなかったの？あと、みんなは最近何をしてる？私、いろんなことを聞かせてあげたいの。ふわお姉ちゃんは、啓明にいた時に、みんなのことを教えてくれたの。それと、新しいお友達も紹介してくれた。みんな、すごく面白い人たちだった。スーおじさん、どうして返事をしてくれないの？グレーシュ、すまないが、僕は、均衡を打ち破ってはいけないんだ。
わかってる。でも自分から最近はどうしてるのかみんなに聞いてみてはどう。スーおじさん、もしもし、聞こえる？わー、声が大きい。電波でもかなわないよ。は？これはただ単に電波の状態をテストしてるだけ。いい？私は意識の律者なんだ。通信面で右に出るものなんていないよ。すごそうですね。でもそんなに詳しいなら、どうしてクレイシュさんと今まで連絡を取らなかったんですか？は？教科書でも読み返した方がいいんじゃない？光速って知ってる？コツがないとこっちの光がそっちに到着するのに26、27日くらいかかるんだ。このスピードは手紙でのやり取りとほぼ同じ。ま、それは一旦置いとくとして、だって私はあなたたちの先生じゃないからね。その僕年人、あなたずっとお友達のことを口にしてたじゃないですか。いざ顔を合わせたら黙り込むなんてどういうこと？グレーシュ、お久しぶりです。かお姉ちゃん、久しぶり。最近はどう？元気です。ずっと気にかけてくれてたんですね。フカもそっちに会いたがっているぞよ。この僕年人は相変わらず話しべたぞよ。そうそう、この僕年人ってば。道中で花や木を見るたびに、この景色はグレーシュの絵で見たことがありますとか、最近よく昔のことを思い出すんです。ですから似たような景色を見ると遠い記憶が脳裏に浮かんでしまって。わかるよ。深尾姉ちゃんがあの時の私の気持ちにあったから昔の時間を思い出したんだと思う。それに今の深尾姉ちゃんも私と同じで、いろんな友達ができてもう一人じゃない。今日も明日も一分一秒が大切になって。ええ、そうですね。ありがとうございます、グレーシュ。あなたはどうですか？最近は楽しく過ごして？うん、レッドちゃんたちやミステルと慶明で暮らせてとっても楽しいよ。絵のモチーフもいっぱい増えたんだ。は？ミステル？あんなにたやすく人をたぶらかす女と一緒に暮らしてるわけ？それのどこが安心できるって？あら、四季の律者はどうやら今でも昔のことを気にかけているようね。でも私と一緒にいることについて一番発言権があるのはそちらにいる17号じゃないかしら。回答を拒否します。まあそう照れないで。一緒に過ごした日々はとても忘れがたい時間だったじゃない。だから早く一緒にお仕事しましょう。ここの子供たちもあなたと同じくらい可愛いのよ。趣旨と無関係な部分は省いて答えます。今の距離ですと地球最新の太陽法宇宙船を使っても新慶明星へとたどり着くにはおおよそ73年かかります。一方、グレーシュを含めた代理人たちの工業施設の製造進捗から見ればその時にはもう手助けは不要かと思います。17号、そんなことを言わないの。私の心の友ならきっとわかるわよね。あんな冷たい採掘設備より私にとってはあなたの方がずっといいって。では辛抱強くそこで待っていてください、ミステル。もし
いつか地球での生活に飽きたらの話です。ええ、約束よ。ここで待ってるわ。何しろ私って待つことには相当慣れてるから。はあ、やはり地球の人にもっと効率のいい宇宙船を開発してもらった方が。仕方ないけど、17号が来るまであの採掘設備をあなた代わりにするわ。そうそう、グレーシュに頼んで設備を17号の色に塗り替えたら採掘の効率も上がるかしら。わかった、任せてミステル。明日のパトロールが終わったら採掘設備を新しい色に塗り替えるね。どうやら最近のグレーシュとミステルさんは慶明のためにいろんなことをしているんですね。もちろんだよ、グレーシュとウサギは最高なんだから。レッドさん、お久しぶりですね。やっと再会できたね、名探偵。この前さよならって言ってたけど、こんなに長く間が空くとは思わなかったよ。正直待ちくたびれちゃった。みんなもお元気ですか？最近はどんなことをして。フカさん、ここ何日かは大きなお祭りの準備をしてました。ウサギお姉ちゃんとグレーシュお姉ちゃんもパフォーマンスをしてくれるんだって。特にグレーシュお姉ちゃんはとびっきり得意らしいよ。え、パフォーマンスが得意。グレーシュはどうやら成長したようですね。実はまだ何をやるか決めてないの。大丈夫、やりたいことをやればいいんです。みんなはそんなあなたが好きなんですから。ふかさんも来られたらよかったのに。グレーシュさんとウサギさんがいろんなアイデアを出してくれるんだ。今度のお祭りはきっと楽しくなるよ。ごめんなさい、ワコ君。プロメテウスが言っていたように、現状は慶明と地球の間をうまく行き来する方法が。大丈夫だよ、ふか。僕たちが経験した過去とこれから切り開かれる未来、それこそがみんなでお祭りを開こうとしている理由なんだ。慶明にいなくたって君がお祭りを祝う一員であることに変わり。インディゴの言う通り、これはフカさんのお祭りでもあるんだ。心配しないで、みんなは慶明で元気にやってるから。あなたも体には気をつけて。ありがとうございます、オレンジさん。安心して、名探偵。僕たちはこの街をもっと素晴らしい姿に変えるから。それに今は地球の経験をいろいろ参考にできるし、グレーシュとウサギが手伝ってくれたおかげで街を管理する効率がだいぶ良くなってるんだ。前と比べて作業量が減ってるのに。ええ、半年の間にグレーシュもすっかり立派な代理人になりましたね。今やりたい仕事だからね。絵の中のカラフルな景色も、星空を灯す物語も、全部この街に届けてみせる。ね、グレーシュならきっとできます。僕たち7人のビタは町の代理人なんだ。この町のために頑張る代理人だったんだ、すごい。もっと褒めてくれてもいいんだよ。ねえねえ、私たちだって優秀よ。毎日子供たちに絵本を読んだり劇のリハーサルをしたりするだけじゃない。合間を縫ってアイドルスキルも磨かなきゃいけないんだ。そうそう、私たちもすごいよ。アイドル候補生なのに子供たちの先生もやってるから本当に大変なの。毎日寝ることしか考えら…しー、バカリリア、また忘れたのね。キラの指導を受けるプロのアイドルとして愚痴を言うのは危険な行為よ。バカロザリア、私たちはまだアイドル候補生だよ。アイドル候補生じゃないわ。追っか
オーディションで素晴らしいパフォーマンスを見せたじゃない。結局落選だったけどね。あのオーディションの後、足りないところをちゃんと反省して宇宙アイドルキラの協力のもとでプロの訓練を受けたでしょ。ただ歌のレッスンは一度もしてないんだよね。前回その話をした時はアインシュタイン博士に聞くようにってキラお姉さんに言おう。夢が叶うまではまだ距離があるけど、足踏みするよりマシだし、行動に移すことはきっと何もしないことより目標に近いはず。リリア、私ったらまた知らないうちにすごいことを口にしちゃったわ。今の話を次のオーディションのさ、次のオーディション、来週のオーディションよ。しかもテレサちゃんが応募してくれたの。今回はキラの指導だけじゃなくてみんなも応援しに来てくれるから、きっといい成績を取れるはずよ。でもロザリアはまだセリフを覚えてないよ。心配しないでリリア、この天才ロザリアがそばにいるんだから、オーディションなんて楽勝よ。バカロザリアがまた何の意味もない自画自賛を始めた。安心してリリア、ちゃんと空き時間にセリフを覚えておくわ。最近は子供たちとの劇のリハーサルが楽しくてつい忘れちゃうんだリリア。怒ってないわよ。バカ、そんなことで怒らないよ。それに今回がダメになっても大丈夫。私たちはいつか最高の巡回教師とキラキラするアイドルになるんだから。ええ、みんなが目標のために楽しそうに努力してるのを見たんだもの。私たちも負けられないわ。子供たちに授業をするだけじゃなく、天命の隊員訓練に参加してるゼーレみたいにね。うん、ゼーレは本当にすそ、そう言わないで。私はただ自分にできることをしてるだけだし、学校でのイベントが充実してきたのもみんなの協力があってこそだよ。お姉さんたちは先生なんだね。そんなにたくさんの授業を用意してるんだ。うん、私たちは清良基金会附属学校のゲスト指導員で、ゼーレとロザリア、リリア、あとの二人はリモートで参加してるんだけど、いつもみんなは教室に素敵なアイデアを与えてくれるんだ。みんないつもお疲れ様。何バカなことを言ってるの。訓練日なのに深夜まで授業の準備をしてたのは誰かしら。あれ、どうしてゼーレが知ってるの。それはもちろん、とにかくあのガキたちの先生になるのは私たちが決めたことだから、みんなに責任があるのよ。あなたね、面倒ごとを全部自分のものにして手柄を他の人に与えちゃダメよ。ゼーレの言う通りだ。この仕事は私たちが選んだものだし、自身にとっても意味がある。聖魂空間から出た後もみんなのために有益なことができて。うん、毎日あんなに面白い子たちと一緒にお遊びしたり絵本を読んだりできるのはすごく楽しい。どうやら二人はもう人になる答えを見つけたみたいね。ミステルもそう思うの。ゼーレも同じことを言ってくれたよ。ミステル、私たちは必ず君の自由を取り戻す方法を見つけてみせる。どれくらい時間がかかっても私たちは努力し続け、あなたたちが自身の答えを見つけることこそが私にとって最高の協力なのよ。だからその滅多に得られない答えのために貴重な宝物を持って前へと進み続けましょう。でも今の君は新啓明星から離れられないだろう。このまま君を置き去りにするわけにはいかない。もう今だって自由よ。可愛い子たちと一緒に暮らせて、グレーシュやゼーレたちみたいに真面目にコツコツと頑張る必要もない。それに地球も世界の泡も人々は自分が生きてる世界から離れられない。君は変わらないね。私とグレーシュ、それにあの子たち、みんなは啓明をより良くするために頑張ってる。そういう育成プレイヤーに似た気持ち、今ならわかるわよね。グレーシュさん、
フカさんが話したお友達のこと。あなたはゼーレ。え？はじめまして、グレイシュさん。今日がはじめましてだけど、フカお姉ちゃんから話を聞いてるから、もうみんなとの冒険をたくさん経験した気がするの。フカさんも、グレイシュさんが箱舟に乗った話をみんなに教えてくれました。学校の子たちは星の物語に興味があるみたいです。本当に？懸命の住民たちもその話が好きなんだ。機会があったら星の色を描いてより多くの人たちに見せたいって思う。よかったです、グレイシュさん。実は子供たちにもっと広い景色を見せたくて、学校の一日教師になってくれないかなーって。一日教師？学校で子供たちのために一日一行するって感じ？はい、その通りです。通信での授業でも大丈夫ですよ。やっぱりゼーレは、フカお姉ちゃんが話してたように自分の考えを持ってる人なんだね。みんなそれぞれ唯一無二の経験を持ってます。だからその有意義な物語が子供たちの心の中にも存在するといいなって。今のは初めの一歩的な考えで、まだみんなの意見を集めないといけないんです。知識を伝授し、物語を教える教師、僕年人が得意なことだと思うぞよ。ふか、我らも行ってみるか。ソチの友人たちにも会えるかもしれぬぞよ。ええ、みんなが良ければ数日後に旅立ちましょう。へえ、先生になるんだ。何を教えるかちゃんと考えなきゃだね。だって私は博学交際の式の律者だもの。わかりやすく話さないとあのガキたちに伝わらないかもしれないよ。あなたが？キヨラが休み中に学校を視察しに来た時に、教室でガキたちを率いて万歳なんて叫ぶあなたを見たら、転げ回るかもしれないわよ。ちょっと誹謗中傷はやめて。私がいつそんなことをしたの？式の律者は先生に向いてないだけじゃなくて、記憶力も良くないみたいね。まさかゼーレ、物知りでみんなに好かれるこの式の律者に出番を奪われるのが怖いから嫉妬してわざと。嫉妬？その幼稚でわけのわからない競争心は一体どこから来たわけ？シキちゃんは相変わらずぞよ。僕年人2号、そいつが先に喧嘩を売ってきただけなの。シキの律者、ゼーレさんはあなたと同じように子供たちに有意義な知識を届けたいと思っているんです。それをベースに共通の認識を作り、具体的な授業のやり方を話し合えばいいと思います。はいはい、かつて生死を共にしたことに免じて多めに見てあげるよ。ゼーレの言う通りだわ。フカと復帰の書のそばにいるあなたはいつもよりおとなしくて、先生の隣にいる優等生みたいになるのね。あなたね。ゼーレ、フカさんと式の律者さんが子供たちのために授業しに来てくれるなら、きっととても有意義だよね。はいはい、そうね。ゼーレ、よくもズーズーしく人をバカにしてくれたね。ゼーレさん、問題なければ数日後に出発します。式の律者もプロメテウスも復帰の書もみんなに共有したい経験がたくさんあります。うむ、旅の見聞の他にも子供たちに信州の伝説をいっぱい話せるぞよ。復帰とジョカが我に搭載しておいた物語全集の出番がやっと回ってきたぞよ。うっ、僕年人の代わりに盛り上げるためのジョーク大戦もあるかもしれぬぞよ。でも式の律者がいる限りあまり心配はいらぬと思うぞよ。もちろんだよ、この世のみんなに愛される式の律者に解決できないことはないからね。式の律者って自慢に思ってるところが少しユニークな気がする。お？そうなの？でも式の律者は子供たちと一緒に劇をするのに向いてると思うわ。その時は復帰の書とフカがナレーションを、プロメテウスが科学知識の説明をすればいい。うそうなったら私たちは何をすればいいの？リリア、簡単だよ。私たちはゆっくり休めばいいと思う。ちょっとリリア、
の巡回教師としてサボりはダメよ。そうだ、ウォッカガールズは子供たちと一緒に遊びましょう。フカさんたちが学校に着いたら子供たちにどんなイベントを用意するか。ゼル、私もスーおじさんに通話できるように協力をお願いするね。きっと啓明と地球の子供たちはお互いに学び合う機会が増えると思う。いいですね、そういう未来はきっと面白いと思います。